あのね、お母さん。うん。うん。俺ね。なんか翔太の声聞いてほっとしちゃってさ。俺さ、16歳の時家出たじゃん。本当は、もっと一緒にいたかった。止めることはできなかった。翔太がやりたいことやればいいのかなと思って。ですね。先日、お誕生日僕が迎えて、まあ、いろんな人にメッセージ、たくさんコメントをもらって、すごく、うん、それについては、本当に、ありがとうございますっていう気持ちです。うん、ありがとうね。ありがとうね。うん、で、その、実のお母さんから連絡がありました。言ってたね、うん。連絡取れるんですよ。連絡取れるんですけど、連絡し合う関係ではほとんどなくって、うん、まあ、毎年お誕生日おめでとうっていう風に来るんですね。うんうんうん、で、最初電話が来て、うん、で、その後メッセージが来てっていう感じで、で、いつも出れるんだけど、うん、出ないのね。うん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 。だから、で、それで何日か、一週間ぐらいした後に返すみたいなことをずっとしてるんだけど、うん、正直、もう、なんかこの連絡をしてこないでほしいって思ったの。うん。まあなんか、なぜまあそういう風になったかというと、ちょっといろいろ話さなきゃいけないんだけど、うん、まあ、僕はですね、その、まあ、15歳、16歳の時に家を出たんですけど、うん、それまで、ま、親と二人暮らし、お母さんとね、うん。で、お母さんは割とその、なんていうのかな。ちょっと、おかしな人って言ったらあれだけど、うん、ちょっと、なんかいろんなことがわからない人なんですよね。だから結構ちょっと伝えるのにも大変だったりするんですよね。うんうん、それと、まあ僕が、いやもうそれでも小さい時からあんまり話し合えることがないっていうか、分かり合えるのにすごい時間かかった方なんですよね。うんうん、で、中学校の時に僕は学校を休みがちになったんですね。うんうん、で、その時に親だったらまあ行かなくていいじゃんって言ってくれる親もいるとは思うんだけど、うん、うちは真逆で、うん、あもう靴とかを投げられて早く行ってっていう風に言う親だったんですね。で、まあ自分もそれで居場所がなくって、まあ、うん、過ごしてきたんですけど、で、その後に高校進学して、うん、で、地震がね、うん、起きたのよね、2011年に。うんうん、で、その時に、まあ仕事がなくなったっていう感じで、で、もう、一緒に暮らせなくなっちゃっ、そうなって、うんうん、で、その時に、俺をどうするかってなった時に、うん、お父さんの方に、行ってほしいっていう風になったんですね。で、お父さんっていうのは、あんまりいい人じゃなかったのは記憶にあって、もう怖い人だったので、僕はそういう人の家に行きたくはなかったんですね。うんうん、まあでも、それも、今考えれば苦渋の決断だと思うんですけど、で、うん、まあならばもう一人で暮らすかっていうことで家を出ることが決まったんですよね。うんうん、それ以降帰ってないというか、うん、いう感じなんですけど、でまあそれで20歳超えました。うん、で、20歳過ぎになって、うん、親が、うん、入院することになってる病気で、うんうんうん、で、もう、お金がないみたいな状況になって、うん、まあお金貸してほしいというかそういう形になって、うん、100万近いやつをあげたんですよ、僕が。うん、で、その時に、俺は、今まで自分に対してお金を使ってきてくれなかった、学びとかの場でも何もかもで、うん、なのに、最後にも、お金を渡さなきゃいけないんだっていうふうに思ったのね。うん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 。で、それ以前からも、お金は結構、渡してたし、うん、まあ16歳、17歳とかでも、もう、時間ある時は朝6時から夜10時までバイトしてたし、うん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 、でも最後の最後までもうずっとお金の人間なんだって思ったんです、自分が。うん、で、
それが別に、僕的にはもう、あげるから、うん、もう、手切り金でもないけど、うん、そういう気持ちでいたんだよね。うんうん、で、もう20代前半の100万近いなんてもう、なんていうか、すごい大事なものだし、うん、あ、僕も無一文になっちゃったなっていう状況になって、うんうん、まあでもまあまあまた貯めればいいやなんて思ってやってきたんだけど、うん、で、毎年、まあおめでとうやらなんやらって何かある時に連絡来るんだけど、うん、その度に、いろいろ小さい時の嫌なこととかを思い出すんですね、うんうん、で、今も割とその夢に出る、うん、でね、うん、そうだよね、うん、で、すごくうなされて、うん、で、りょうちゃんが起こしてくれるみたいなのが、うん、どんぐらいかな、月何回かあるか、うん、あると思う、1、2回は絶対あるかな、でね、うん、ならばもうなんかもう無関係の人になってほしいなって思ったの、うん、もう30歳になって、うん、家離れてちょうど半分なんだよね、うん、そうだね、人生において、うん、親と離れてね、うん、っていうのを俺はダイナさんに相談したの、うん、っていう なんでダイナさんに相談したかというと、うん、まあ寮に相談はちょこちょこしてるというか、そういうまあ親のことがうっすらあんま得意じゃないなっていうのはずっと話してたし、うんうん、けど多分寮だったら多分基本僕の味方だから、うん、その選択がいい時もあるし、多分もしかしたら悪い時もあるって思うから、うん、公平に見れないというか、うんうんうん、だと思ってあん、うん、良くないなって思って聞かなかった、うんうん、で、あとは、まあ僕言うてもまだつったら30なので、うん、周りがそういう経験をしてないので、なんか相談できる人がいなかった。うん、人によっては重いって思われるかもしれないしね、うんうんうん、で、それでダイナさんとかはまあちょっと失礼にもなるんですけど、まあ年を重ねてって、うん、まあ、経験がものすごいある方なので、うん、相談するときはやっぱり経験ある方にいろいろ相談できるのが一番僕はいいかなって思って、うん、で相談したの、うん、で相談したら、うん、縁を切ると言ってもまあ連絡先を途絶えるとか、うん、そういう風な形だよねって言って、うん、それはもちろん簡単なんだけど、うん、それで心が変わるとは思えないなっていう風に言ってくれて、うん、今それを、うん、このことを、うん、お母さんにぶつけたところで、うん、多分、うん、変えられることはできないと思ううん、って言ってた。っていうのも、僕のお母さんは、僕は遅くに生まれた子なんで、確か今多分60の半ばだと思うんですね。うんうん、で、その60の半ばで、まあ、僕らとかは東京に住んでるけど、うん、まあ田舎で、うん、で、まあ、生きてきた時代も違うし、うん、それで今から、なんかそういう風に言ったところで、多分変えることっていうのはできない。謝ることはできるかもしれないけど、まあ、うん、っていう話をして、うん、そうだよなって言って、多分、腑に一番落ちるのは、自分の気持ちを整理することが大事っていう風に言ってくれたのね。うん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 、で、アンジェラ・アキのさ、うん、背景15の君へってあるじゃない？ある。手紙？あれって30歳の自分が15歳の自分に対して手紙を当てる。うん、あ、最初多分15歳の自分が30歳の手紙に送って、うん、30歳の方が、まあ、返信みたいなやりとりのやつなんだけど、そのダイナさんと喋っていく中で、やっぱ一番引っかかるのが多分15歳の頃の家を出てきた自分がまだ納得してなかったりしてる。うんうんっていう話をして、うん、とりあえず2つ、うん、1つは、うん、まず僕が30歳になった今、うん、その15歳の頃の自分に対して言えることを手紙に書くのが1つ、うんうん、で、もう1つは、うん、30歳の今だから、うん、言える当時の
お母さんの状況を手紙に送るっていう感じ。多分伝えたいのは、そのお母さんと喋る時っていうのはいつまでも多分子供の時の感覚だと思うんだよね。でもそれだとやっぱ話し合えないから、30歳の今でちょっと親と年が少し、多分40代後半とかので、ちょっと歳が近くなって、親っていう感覚よりも、一人の人間として、送る手紙だったらどんな手紙かなっていうふうに、そうすると、気持ちも楽になるんじゃないかっていうふうな、適切な。いや、そうだね。そういう、そう、あ、そういう考え方あるんだっていう、確かに、なんかやっぱり、親に、あの時のさ、なんて、文句言うこととかって多分あると思うんだけど、みんなね、でもそれってやっぱり小さい時の自分が残ってて、親だからそういう風に言っちゃうのであって、まあいい意味でその親と思わないで、一人の人間として今の自分の初めて会った人として接すれば、当時の親のとうまく通じ合えるんじゃないかっていう話なんだよね。そう。で、それを、声に出して手紙を読むことが大事って言ってて。そうなんだ。そう。一人で話すのもいいんだけど、りょうちゃんとかの前で、その二つの手紙、15歳に宛てる手紙と、当時のお母さんに宛てる手紙を読むのがいいんじゃないかっていうふうに言われました。なるほど。ちょっと近く来て。僕はですね、中学生の時からまあ、17歳ぐらいまでずっと日記を書いてて、あんまちょっと見せたくないんだけど、当時の、2011年のとかもあるんですよね。だからそれもちょこっと読んでいろいろ思い出したんですけど、ちょっと読もうかなって思います。じゃあ行くよ。ありがとう、15歳のあなたへ、こういう形で自分と見つめ直すのはどこか恐れていて、だからこの年まで前だけ見て歩いてきました。今、あなたは苦しいと思います。家出のように実家を離れる選択をしたあなたは、なんで一緒にいてくれなかったのと、怒りと絶望を噛みしめてると思います。親なら、お金のこと気にしないで勉強だけひたすらやって、家のことは気にしないでいいからと、なぜ言ってくれなかったのって、思ってると思います。そこで必死に生きているあなたに頑張れとは今の僕でも言えません。言わなくても分かってるだろうから。いろんな大人の世界に入ったあなたはたくさん傷つけられ、自分自身が一本の矢ではなく何枚もの刃物にならないと簡単に折れてしまう、そんな日々を過ごしていると思います。かつことよりも負けないでいてくれてありがとう。自分で進んで歩き始めたわけではなく、押し出された感じではあるけど、何も間違ってないし、そのまま突き進んで平気なんだよ。比べなくていい。親がどんな形でもいい。今の僕を作ったのはあなただから。
未来の自分に今しっかり幸せって問いかけてると思う。はっきり答えられる。とても幸せです。それだけを信じて生きてください。生きてくれてありがとう。以上。大丈夫大丈夫。ティッシュいる？ティッシュいる。泣いちゃった。親への手紙も読むの。恥ずかしいな。でもそれ読んだらさ、うん、自分の中で何か区切りがつけられるかもしれない。そうだね、そうだね。当時の母へ。僕は、30歳になりました。当時のあなたのこと嫌いでした。ずっと。だって、話しても通じ合えなかったから。父親の方に送る選択をしないでほしかった。もっと一緒にいようよって、あなたの親なんだからって言ってほしかったです。でも、今だから少しわかります。すべての苦渋の決断に当時の僕はとても理解できませんでした。頼れる存在もいない。養育費も払ってもらえない。お互い、心がボロボロなのにまた傷つけ合う。一緒にいれないのは仕方なかったよね。多分あなたのことだから相談できる相手もいなかったと思う。苦しかったと思う。でもあなたの息子は立派に育ちました。当然あなたと同じで苦しいと思う日は今でもある。当時の辛い思い出にうなされて夜しんどいのもたまにある。今だからわかる。お互いを理解できたらよかったらって。しんどかったよね。誰にも頼れなかったよね。その当時俺はもっと一緒にいたかったよ。仲良くできなくてごめん。分かってあげられなくてごめん。俺には大事な人がいる。できた。多分当時の一番しんどい相手は俺だったと思う。だからもう安心していいからね、翔太。なんかよくまあ知らない人とかはさ、うん、親に連絡しなきゃダメだよとかさ、うん、連絡しないとね親不孝者だみたいな風に思われる、うん、と思うんだけどさ、うん、その言葉も自分の中ではしんどかったりしたんだよね、うん、うん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 、そうだよね、うん、返信しようかお母さんに。ずっと帰ってないの。家出してからずっと帰ってなくって、うん、それこそ前回話したのってこの多分動画を回した時だよね。動画始めた、そうだね、ちょっとしてからね、ちょっとしてから初めて親から連絡が、あ、親から連絡した時に、実はパートナーがいます、うん、パートナーシップ先生知ってますっていうふうなことを話したんだよね、うんうん、そこ以来喋ってない、うんうん、電話してみる。
グギギ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 いいんじゃない、そこまではしなくても一応かけてみるよ。ちょっと頑張ってみる。あ、もしもし、ちょっと待って。もしもし、ああ元気？大丈夫？大丈夫だよ。元気だけど、翔太は元気？元気元気。ちょっともう一個年取ったから、年取ったからそうだよ、変わったことない、大丈夫？え？あ、違う、うちの、あ、うん、うちの犬がちょっと泣いてるだけうちの犬、あ、そう、犬飼ってる。そうなんだ。そうなんだ。そう、俺30になったねえ、早いね。早いね。思って、だから連絡ないから別にそんなあれじゃないのかなと思いつつ、どうしてんのかなっていつも思ってるけどさ、まあ元気そうだから声が。うん、俺、今電話大丈夫？あ、大丈夫よ。これさ、俺もう家出てから半分なのよ。俺もう、俺16歳の時家出てるでしょ。もう30なの。ねえ、だからすごいなぁと思って、一人でよく頑張ったねと思って。偉いよ、兄弟で一番頭。みんなバレバレになってるけどさ、なんかみんなあれだなぁと思って。でもなんか、大きくなったから、どうしたの？あのね、お母さん。俺ね。なんか翔太の声聞いてほっとしちゃってさ。俺さ、16歳の時家出たじゃん。あ、別にそれ責めてるわけじゃないんだけどさ。あのね。本当は、もっと一緒にいたかったの。小さいしね。ね。止めることができなかった。翔太がやりたいことや。やらないのかなと思って。俺さ、自分でさ、不動産決めてさ、もう家出るからって言ったじゃん。そう。だからまあ、自分で引き返せない状況になったけどさ。でも、まあ、そりゃそうだよね。本当はさ。結婚した時だったからさ。本当はさ。でも、それがなくても、離婚なくても、多分、翔太は一人で出ていくような気がしたよ。まあ、中学校の時からさ、俺休んでたりしたさ。ああ、それはね、しょうがないよ。で、その時から仲は良くなかったじゃない、多分。そうだね。そうだね。まあ、俺なんで二人して泣いてんのよ。久々だったからさ、そうだね。なんかちょっとすごい変わったね。何が？変わるよ。だってもう、20代でもないんだから。柔らかくなったね。すごい尖ってたと思うよ。そうだね。また会おうよ。とかご飯食べに連れてってよ。あの人は。あの人は。言っていいんだか悪いんだか。ああ、言っていいん決まってんじゃん。元気隣にいるよ。ああ、よかった。ああ、そうなんだ。それよかった。で、仲良くやってね。仲良くやってるよ。だってもう。だからお母さんの方が先に死ぬわけだからさ、あんたで二人で仲良くやってもらわないです。困るじゃん。兄弟がさ、兄弟じゃないよ、なんか兄弟だからさ、そうだね、うちは。そうだね。だから二人で本当ずっと仲良く、やってほしいと思いつつ、そんなんで、でもよかった、ひょうちゃんの声がこれ電話かかってくると思ってなかったから、どうせ、と思って、まあ、ないんだろうなと思ってたから。いや、まあ、もう、まあ、離れて、もう人生の半分離れてるからね。そうだね。よかった。まあ、また大丈夫。なんて話していいか分かんないから切る。
じゃあまた、うん、いつか会いましょう。うん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 、まあ、うん、また連絡するよ。うん、そうだね。うん、じゃあ、うん、あの人だよね、りょう、名前忘れちゃった、うん、にもよろしく、これからもよろしくっていうか仲良くやってくださいということで。はい、わかった、うん、じゃあまたね。またなんかあったら連絡して。うん、じゃあね。じゃあね。はい、うん、ありがとうね、電話ね。はい、はい、はい、じゃあね。なんか、はい、あれじゃない、はい、手紙読んだからかわかんないけどさ、うん、なんか喋り方とかももしかしたら変わったんじゃない。そうかもしれない。だって柔らかくなったねって言われてたし、うわ、ほとんど喋ってないからね、うん、記憶のままだと多分本当に、まあそうだよね、10代の頃の翔太と、うん、やっぱ30歳になった翔太、うん、そうだね、翔太もその間にいろんな経験してるからさ、やっぱ喋り方とかも絶対変わってるじゃん。そうだね、うん、そうだね。まあ、今度一緒にご飯食べようよ。いつでも行けるよ、いつでも行けるしね、うん、今度声かけよ。そうだね、うん、俺の名前も覚えてもらわないといけないし。だからこういう親なんです。うん、だってしょうがないよ。だって全然喋ってないじゃん。いや、まあそうなんだけどさ。うんうんうん、だってそれこそあの動画を始めてすぐくらいの時に、うん、ちょっと喋ったくらいじゃん、電話で。そうだね。直接会ったこともないしね、俺ね。うん、うん、ちょっと会ってみたい。うん、ダイナさんも連絡する？ダイナさん。言っとく？任せるよ。こっちのお母さんだからね。東京のお母さんだからね。あ、もしもし。もしもし。あ、え、今大丈夫ですか？うん、大丈夫。あ、東京のお母さん。どうもこんばんは。なんか、ガイナチャンネルのガイナです。あ、よかった。分かってらっしゃる。昨日話したじゃないですか。うんうん、まあ、手紙に書くといいよっていう風に言ってくれて。うん、で、まあ、手紙をね、読んで、うんうん。で、まあ、ついでになんか、お母さんに電話してみようってなったんです。はいはいはい。で、電話すぐ取ってくれて。うん。で、そしたらなんか、何も喋ってないのに泣き始めて、お母さんが。うん、あ、そうなのね。なんかずっと喋ってなかったんですよ。うんうんうん、まあそのまあ家を出た時16歳ぐらいからはずっと会ってなかったんですね。で、うんうん、電話もほとんどしてないから、うんうん、なんかでまあ出てくれると思わなかったって言って、うん、でなんかそのまあなんか別にそれでなんか、あ、ごめんなさい、うまく喋れないんですけど、ちょっと理解してもらえたら嬉しいんですけど。あの、いいよ、ゆっくりお話ししてください。なんだっけ、なんだっけ、何を言おうとしたんだっけ。電話出てくれて、あの、お母さんを責めるつもりはないけど、うん、本当は一緒にいたかったんだよっていうふうに言って、そしたらそうだよねっていうふうに言ってくれて、うんうん。なんか、ちょっと前進したなって思いました。あ、ほんとよかったね。それをあのダイナさんがこういう風にしたらって言ってくれたから、うん、報告しなきゃって思って。あ、ありがとう。ね、よかった。ありがとう、うんうん、よかったと思うよ。ほんと、うん、りょうちゃんも一緒にいて電話かけたの？そうです、そうです。まあ僕は あの隣で聞いてるだけでしたけどね。うんうんうん、うん、まあでも心強かったでしょ。でも翔ちゃんがさ、りょうちゃんが一緒にいてくれてさ。うん、そうですね、うんうん、てかまあ相談してよかったなって思ったし、うんうん、なんかずっと何十年も思ってたことが、うん、なんかようやくね、雪解けみたいな、なんか、うん、まあ、完全にはさ、多分、うん、解消はされないとは思うけどさ、うん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 、まあちょっとなんか許せる部分とか、そうだね、ができたんじゃない？そうだね、はい、なのでまあ、うん、ぜひこの動画を見てくれたら嬉しいです。どういう締めなの？
はい、ちゃんと見てるけど。いや、ダイナさんが。ダイナさんに。うん。私も見ますよ。はい。っていう感じです。ありがとうございます。うん、ありがとう。ね。ありがとうございます、ダイナさん。なんか、翔太の話をいろいろ聞いてもらって。うん、とんでもない、とんでもない。うん、うん、うん。なんかね、僕にも言いづらい部分がやっぱあったと思うんで。うん、うん。うん。なかなかね、やっぱ、翔ちゃんも友達が少ないタイプだから、うんうん、話を聞いてもらえる人っていうのが普段あんまり身近にいないんで、うんうん、うん、そうだよね、ね、東京のお母さんがいてくれてよかった。、うん、ね、多分さ、うん、あのお話聞いてくれる人に、はい、一対一とかで聞いてもらうのすごく大切だと思っていて、はい、うん、で翔ちゃんって割とさ、うん、頭で考えていることをさ、はい、言葉にこうすぐにできない場面とかあってさ、うん、うーんってフラストレーション溜まっちゃう部分もあると思うんだけど、うん、はい、うん、でもそれはねゆっくりもう急いで話さなきゃって思わなくていいから、うん、はい、ゆっくりでいいから自分の言葉で口でした方が、うん、それは両方の耳から入ってきて、うん、自分でこう腹落ちもするし、はい、納得もできるようになっていくから、うん、うん、なのでまた何かこう話したい聞いてほしいっていうことがあれば、はい、ひろちゃんのいない時に、はい、連絡してくれるといいかもしれないなと思いました。わかりました、ありがとうございます。本当に、うん、ありがとうね、わざわざ、はい、あ、いえいえいえ、こちらこそすみません、うん、遅くに、あ、本当にとんでもない、とんでもない、ありがとうございます。で、まあちょっとこれからも少しずつ進んでいけるといいよね。うん、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 はい、そうね、はい、すいません、ありがとうございます。うん、うん、ありがとう、はい、ダイナさん、はい、あ、また近いうちに会いましょう、うん、あ、ね、そうしよう、ね、ぜひぜひ、うん、うん、はい、じゃあまた、ありがとうございました、遅い時間に、したっけねー、したっけねー、したっけねー。おやすみなさーい、おやすみー、はい、はいはいはい、いい人ね。終わり。